ちは、こんばんは。今日は4月14日水曜日です。時刻は3時25分です。天気はすごく晴れています。それは暑いぐらいですね。で、今日は、撮っているんですけども、動画をね、いつもは一人なんですけど、今日は初めて2人で撮るということになっていて、皆さんも知ってるかと思うんですけども、ガクさんと一緒に動画を撮ります。それで実は、もうガクさんと何か所か回って撮ってるんですね。で、今また新しい場所に撮るに移動してる最中です。でも、この今撮ってる喋ってる動画は棒取り流すんで、まだどこにも行ってない状態でしょうけど、これからまた行くとこがあります。で、2人なんでね、結構1人じゃ行きたくないようなとこも行っているんで、気持ち的にもやっぱ楽ですね。だいぶ楽、すごくリラックスして撮ることができています。まあ、また今の動画は、この動画はまだ始まってないですけど、もう何か所も行った後だけどね。なんで、またね、この後もゆっくり見てください。見てくれてありがとうございます。すごく、ね、楽しいですよ。本当に楽しい。なんで、楽しんでってください。じゃあ、切ります。いや、大丈夫っす。すげえ不気味。じゃあ、こっちかな。あ、これっぽいね。来た来た。いや、きつい。これか。
すぎな。撮ってるけど全然喋ってない。いやこれ一人無理だな。あ、疲れた。びっくりきやな。遠い。今までで一番きつい。これやばいな。来た。見晴らしだ。怖すぎる。でもキャンプ場っていうことは人の出入りはあるわけですよね。ここまで登ってくるってこと。集落も神社も管理されてるみたいですから。ああそうですね。人の出入りがないわけでも。お邪魔しますって感じで。お、感想がなくなった。ああ、一気に来たな。この先です。雰囲気が一気に変わる。もうこっちまでは車で来れないってことですよね。ですね、わだてもないし。軽トラぐらいなら通れそうだけど。ある。多分地元の人は車で来てます。ここ通った。あ、でも畑みたいがある。ああ。割と新しい建物が。集めてやっぱゴロゴロじゃないかと思う。まだやっぱ来てるんですね。
しんどい。普通にポストがある BS ポイント。しかし。もう建物が。うわ、何これ。電柱が。何をしたらこんなことに。こんな風になるんだ。すごい。ていうか、鉄、金属なんだ。怖っ。雨降ってきた。なかなか見れない。始まってますね、そこら辺の崩れた建物とか。あ、それか。すごい、ゴミだ。開始20分で今日の今日の一番の見せ場がやってまいりました。来た、こっちかな。さあもう集落ないですね。人の住んでるところはない、はい、竹集落どっちか分かんないけど、とりあえず来ました。じゃあ神社、あの鳥居はどの辺なんですかね、これ。神社もう鳥居わかんないけど、このすぐ近くですね、神社。ぐるっと回ってみましょう、多分回れる。結構でも広い感じですかね。そうですね。ああ。来た来た。なんか燃えた？あ、なんか火事があったとかっていう。自殺しようとした人だ。そう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 。あのお地蔵様のたたりじゃないかとかっていう。あ、はいはいはい、はい、ここなのか燃えたのか。でもこれどうやって消しに来るんですかね。いや消せないですもんね。消防車いな。いや竹集落、竹集落お邪魔します。お邪魔します。ここももう捨てられたっていうか、あでも、お供えは微妙にあるけど苔生えてるからそんなには太くないんですね。失礼します。でもお茶とか置いてあるからちゃんと人は来てる。来たんですね。来てるんでしょう。なんだろう、トイレっぽいな。トイレ違うかな。お借りしようか。流れないトイレ。いやーすごいな。2階建て。ここの人たちはどういうふうに生活を。ああった。お邪魔します。来た。じゃあ一応化けた。化けた。あ、そうそう。すぐやるなら本当に借りてきちゃう。緑緑。来たよついに。黒？お風呂？お尋ねします。お地蔵様が行方不明になりました。これだよ。
暑い。すごく暑い。こっち側の薄い上着持ってくるんだって。木が生い茂ってたらあんまり光入ってこないですよね。うん、よし、はい、動かします。ネットで見たら本当かどうかわかんないけど、触ると、はい、火傷するとか痛みが走るとかってお地蔵様があって、それがなくなっちゃって、はいはい、そのたたりで火事になったじゃないかとかって書いてあるの本当かどうかは。このうちの一体なんですかね。いや、そのうちの一体じゃなくて、これはまた別物。別物なんですか。この六地蔵、六地蔵様。お供え物というか。まだ綺麗ですよね。綺麗ですね。ちょっと行ってみますか。よし。あ、出た。倒木。あれですよ、通行止めみたいになってるのに。あれの先行ったら、ああ、わざと置いてある感じ。そう、だからこの先は行かせないようにしてるんですよね。しかも秩父市、秩父市道路建設課、お役所がもう行くなって。どうします。でも行っても何もない、山道か。いや、あるらしいんですよ。何があるか、民家みたいなのが。へー。話によると。こっち先行ってみません。一周してみますか。一応道は続いてるんですもんね。うん、でも通行止めとは、まあ、行くなってわかるけど、立ち入り禁止とは書いてない。通行止めも書いてない。本当にダメなら書いてますよね。そうそうなんですよね。責任持たないよ的なアピールかな、この先は。ここまでは許容範囲なのかな。あー、鳥居が出てきた。あれ、トイレじゃないですか。うわー、怖い。なんか出てくるよ、絶対。虫とか。あ、こう、あの、崩壊した、自転車。すごいな。うわぁ。すごい。これが現実。いやぁ、すごいね。冷た。崩れ方がダイナミック。でもそのうち本当に全部ガシャーってきますよね。そうね。何年ぐらい前のなんだろう。マルキン？マルキン自転車、もうあの昔の古い CM で。へえ。本当に昔のままなんだな。すごいね。昭和の CM 集とか見てるとたまに出てくる。マルキン自転車。マルキンってメーカーですか？メーカーだと思います。へえー。なんか弓みたいに落ちてる。弓？何これ、狩猟？いや、なんだろう、
なんなんだろうそれ。これ歩いてくるんだ。怖い。いい湯だな。え？温泉？温泉の元？ここまで来たらせっかくだから行きたいな。お邪魔します。いやーちょっと近づきたくないかな。これ燃えた後ですかね。なんか黒くないですか。黒ですね。燃えすぎて黒くなっちゃう。茶地で黒くなっちゃう。空緑。わ、桜水色。ありがてえ。ああ、化けたんか。化けたんか。いけなかった。洗濯機がある。怖くてあれ。ちょっとこれはもう近づいたら危ないですね。あ、電気ガム。噂の。どれですか、電気ガム。その台所の方に。多分あっち側だけは。あ、本当だ。昭和の電気ガム。反対側これいけるんですか。反対側は通路になってないですか。今裏入ってきちゃった感じ。これいつ倒れても。これ2階なんですね、これがね、うん、はぁ、あ、電灯、電灯のケーブルが、あの二股ソケット、昭和だ。お電灯とコンセントを開けるあの二股のやつじゃないですか。あぁ、大丈夫です。あ、すみません。どうぞ。こっち写真だから、横切られても全然。おぉ、すごいな。すごいなと、昔のことよくわかんないけど、これも屋根ですよね。ですね。これ潰れ、家っていうか、薪を置いてあるようなとこだったのかな、うん、薪。これ一人で来なくて正解だ。これ一人じゃ不気味でいらんないですよ。静寂に耐えられない、ここは。一人で。無理ですよね。いくらなんか人が出入りしてる気配があっても。いた、いた。雨降ってきたかな。来ましたね。いや、マジか。ちょっと失礼します。傘とか持ってこなかった。持ってこなかったんですよね。しくった。当時のもの？古いんです。わあ、ブラシが置いてある。灰皿かな。バケツ穴開いてる。
なんか写真。いやいやいや、ちょっとこれ現像失敗したもの、それとも、いやちょっと無理だちょっと NG これは、やめちょっとあんま映さない。これ現像してからこんなんなんないですよね。なんだこれ、日焼けた。え、でもそれにしても一部映ってるみたいな。あ、やばい、怖い。もう正直帰りたいあ、一気に怖くなった。あの行き止まりの奥まで行く気力が持たないかもね。そうですね、本当にその通りです。いや、雨降ってきた。何これ、ちょっと待って、お札みたいな。何これ、何ですかこれ。お札とかじゃないんですか。手紙じゃないですか。手紙なんだ。ほら、あ、名前とか入ってるからちょっと撮影注意してもらって。多分、明けましておめでとうございます。年賀状、年賀状、昭和29年元旦。29年。え、昭和29年。昭和29年。60何年前。はあ、うちの親が半世紀以上前だ。そうですね。今全部年賀状だ。開けましておめでとうございます。すごい、2階が丸見えですよ初回かじゃん、昔の。あれって何なんですか。お風呂じゃないよね、五右衛門風呂みたいに。七部分浦山村って書いてある。あ、七部分浦山村って言うんだ。だったんですね。あれ何ですかね。ホースが入ってる。普通に人の名前。いや、おっかねえわ。雨降ってきたからな。いた。うわー、怖い。ここ不気味ですよね。昼間でも一人じゃ来たくない。はあ。フラッシュ炊いてるから雨粒だと思いたいけど、なんか丸いものが丸いものが、何それ。フラッシュだから多分雨粒だと思いたい。まあ雨粒だと思いたいよね。怖え。でも建物ってここら辺はもうこれだけなのかな。だとあの先ですよね、問題は。もし行く勇気があれば、最悪もうカットしちゃうんで、動画行ってみます。行ってもらえるなら行きたい。神社お参りします。お邪魔します。そうだね、神社。
これが玄関ですかね。あ、玄関じゃないか、これ建物があったんだ。なんだろう、トイレとかってどこにあるんだろう。トイレの形跡ってないですよね。トイレ、昔の建物だからもしかしたら別棟、ちっちゃい小屋みたいになってるのかもしれないですけど。でもこれはまだ最近のもの。森永く。やばいよ、こんな動画。こんな動画を撮るとしたら柴さんとかがいっぱいタイムスタンプしてくるんじゃないかな。タバコがある。え、ああ、ね、これ柴さんすごい、この間昨日かコメントくれてたけどめっちゃなんか声が入ってるってありがたいけど、これあの家の壁とか使われてたね。なんだろう、塗るやつかな。土壁、でもこれコンクリートっぽい。コンクリートか。そう、あ、なんかここすごい平和、うん、ここはちゃんと管理されてる。おじゃ、何これ。天皇陛下、いつのかな。令和かんねん。あ、今の天皇陛下だ。これのことですね。ここに来たわけじゃなくて、多分ここの住民が勝手にやったってやつ。ちょっと待って、じゃあ入り口でかけたの。さあ、すげえ斜めってる。ごめんなさい、斜めってるけど。12社読めないんですよね。なんか聞こえた？気のせいかな。ん？女の人の声が聞こえた。んって声聞こえたよ。ダブル緑、よかった。よし、じゃあちょっとお邪魔します。鳥居は左から、それどうなんだろう。真ん中はダメとは聞くけどよくわかんない出るときもよくわかんない。真ん中は神様の通り道だよ。この間マサオさんに言われちゃったの。ここなんかが、これ覗いていいかな。ちょっとじゃあタオルが干してある。タオル。まあ、とかこれは社務所。いろりみたいになってる。やべえな。狛犬がいない。あら。なんで？どこへ？取られちゃった。取られた。でもそんなんでただ乗ってるだけじゃないですよね。いやでも、もうなんか取れたよ。あ、本当だ。なんかやっぱ跡がある。やだな。なんでもかんでも持ってっちゃうんだもん。お坊さんに修行した修験者が祀った社。12社神社。すげえ、なんか最新バーコードまでついちゃってる。本当だ。みんなでこう読み取ってください。調べてください。ってことはここはスクショ。秩父市が管理している観光地ということだから、ここに来るのは全然問題ないってことですね、多分ね。ああ、ここは多分ちゃんとした神社だ。あの道しかないわけですよね、来るのは。ですよね。おそらく。やべえな。賽銭箱がない。ここまで賽銭回収するのもきついですよね。 あ、それなんだ。お前ですよ、しときます。お前やっとこ。え、小銭が、そうだ、小銭全部貯金箱に捨ててきたんだよ。100円が1個100円。私もいいか。いや、あの、この維持
管理の費用に当ててもらえるように100円安いもんだね100円なんてお願いします。なんで何杯か分かんないけどお邪魔しております。無事帰らせてください。本当に帰らせてください。本当に帰りたいですって動かします。じゃあもうちょっとお邪魔します。決して遊んでるわけじゃないよねこれ何、あ、これ多分十二社神社だから十二の神様がいるんじゃないですか、もしかして。あ、並んでる。指差しだから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12。そうだ、多分十二人の神様を祀っているんじゃないですか。なんか今いる。え、あの、ふさふさ、ふさふさというか、何でしたっけあれ、七富士みたいな。え、そこに、え、ああ、ほんとだ、大黒様。え、真ん中ちっちゃいわけないですよね。七富士って7だしな。いやー、ちょっと、ちょっと見えない。簡単に開きそうだけど、触っちゃいけないですね。荒らしちゃいけない。あれだな、あの三峯神社もいろんな神社の神様がいるんですよ。ああ、そうなんですか。変な人欲張りだな。三峯神社も結構なパワースポットですもんね。そうです、そうです。で、あの こういう小さい社がいっぱいあって、全国各地にいろんな神様の分祭なんていうんですか、がいっぱいあるんですよ。主催人は山と勝てるのことだと。確かもうここだけで1時間いっちゃうなまあいいんだけど。すごいふわふわしてる。すごいごっつい岩。集落だ。あの漢字は学って書くんですよね、あの竹集落の。なんか意味があるのかな。意味全然気になかった。今ちょっと気になっちゃった。山の中だから。山の中だからいやでも結構地名にありますよ。あるんですか。どこだっけ、あれ同じ時間で岳温泉やけどもあるし、どっかに。へえ、そうなんだ。これ何ですかね、この丸いの。なんか刺してたんかな。竹を切ったじゃないですか、普通に。竹か。普通に多分。うん、多分そう。ご神木っぽい。あ、本当だ。これこそなんか本当にパワーはありそうだけど。ですね、これ三峯神社でこういうのありますよね。なんか触れるやつ。すごいだからツルツルになってたけど。うんうん、よくこんなまっすぐ通す。すごい、ほんとにまっすぐ。杉置き、なんか書いてありますか。県北、読めない。メインの字が読めない。県北蔵、こっち昭和3年なんか。あ、横にも書いてあるんだ。く、九って感じが見える。これこの狛犬の台座、大正10年って。すごいな。大正ってどれぐらいなのかな。昭和でもわかんない。昭和の、はい、あれ昭和って何年ですか。昭和は63年まで。63年ですか。あ、4年か。
4年が平成元年。じゃあれ大正って15年までじゃなかったんですか。70年ぐらい前のってことですかね。そうですね。もっとですね。もっと前か。昭和が60年で、平成が37年だから。あ、そうかそうか。100年 ?90 何年ですか。90何年。わあ、でももう十分ですね。十分ですねって意味がわかんないけど。こっちの方が太い気がする。神社はいいんだろうな。お邪魔しました。よし、じゃああそこに行けるかな。ちょっとこっち行ってないですね。これでも神社ですもんね。神社っていうか神社の、神社の建物ですね。え、じゃあ現役のトイレなわけないか。そんなわけない。神社の人を呼んだかもしれないです。でもこれ流れないですもんね。そうですね。溜まってく一方だ。すごい瓶が。よし、じゃあ。この瓶と瓶とか散らばってるんだ。行ってみますか。最悪カット。これ YouTube 上に流すから、入っちゃいけないとこ入ってったら、まあそうですね、やばいですよね。一応カットの可能性があるということで、まあ一応撮るだけを撮ります。じゃあ、こっちがさっき来たとこ。ね、だから、ちょっとね、こんなになってるけど、うん、行きます。行ってきます。行ってきますじゃない。お邪魔します。水が溜まってる。水ばっか。どっかから水を引いてるのかな。そこの。足元注意。危ないから通行止めにしてるのかな。かな。でも本当にもうこっからは人が。入らないとこってことですよね。あの神社までは人が行くけど。わっ、ハイヒール。え、ハイヒールなんていうのこれ。ヒール怖えな。おお、自転車、水色の自転車が。水色、あっちに水色の自転車。あ、あれか。いや、怖いな。なんで自転車が置いてあるの。いっぱいある、なんで。うわ、びっくりした。もうすごい神経質になっちゃう。あ、俺やばいわ。一人で来たら泣くわ。
でも道にはちゃんとなってるんですね。どう、こっち行ってみますか。いや人も怖いけど熊も怖いんだよな。これも集落の一部なんですか。おそらく。で道が続いてるってことは向こうに何かしらがあるわけですよね、うん、で離れたところに集落があるんじゃないかなっていう。あこういう なんですか、屋根の屋根みたいな素材があるじゃないですか。なんていうんですかこういうの。人が入ってる上に何かありますね。いや一気に怖くなった。タケノコ生えてきた。もう成長するの早いんだな。いやここ足元気をつけてくださいね、カメラ。はい。ちょっと結構この下面傾斜は斜めになってますね。踏み締めながらじゃないと危ない。うわ危ねえ本当に。ちょっともうちょっとだけ進んで、あ行きますか。もうちょっとだけ進んでこの道が続くようであればやめます。危ない。もうガチで危ない。こっから落ちたら骨折れるぜ。いや先が見えない。どこまでも続いてる。隣の集落に行ってんのかな。だと完全集落の外ですね、これも。そうですね、うん、戻りますよ。どうします。戻ります。ちょっとこの先この道の感じは不安というか心配というか。心配ですよね。気になるっちゃ気になるけどキリがないかな。多分ですけど比較的ちゃんとしたこう杉林じゃないですか。はいはい。多分山の管理用の道じゃないですかねこれ。ああそういうこと。伐採とか元は分かんないけど、はい、うーんこの先でも作業小屋とかしかないかもしれない。わかんないですけど。Google マップ見れますか。Google マップ見れますか。ああ、そっか。Google マップだと。今どの辺にいるんだ。何もない。何もない。何もない。本当に開けたとこ。あ、そこに出るんかな。でもどんどん山に向かっていくだけです。いや戻ります。戻りましょう。多分これ命の危険がこの道が続いたらちょっと危ないですよ。雨も降っててね、うん、あのさ先行ってもいいですか。ちょっと動画撮ってるんで。ちょっと待ってください。はい、ごめんなさい、ね、映っちゃう、はい、ごめんなさい。本当雨でぬかるんでるから滑ったり崩れやすいですよね。熊もこういうとこ平気で登ってくるんですか。登り強いって言いますよね。あ、そうです。じゃあもう逃げ場ないですね。いや、なんだ、四足歩行の動物って下りはなんだ、登りの方が強いって言いますよね。あ、そうなんですか。へえ。爪があるからがっしり行くんですかね。うん、いや、無理。でもちゃんとあっちでも上も人の跡があるんだな。
でも次ここにまた来るかっつったらわからないですよね。まあ、うん、よっぽど。これちゃんとガードレール、よっぽど好きな人じゃないければ、あ、多分そっち、ちょっとだけ行っていいですか、ちょっとだけ普通に道間違え危ない、本当にこれこういうのが危ないですよね。自転車がなかったら分かんなかったですね、これ。やっぱそうだったらいい。建物があったのかな。これ繋がってそうですよね。その辺ですもんね、だって結局、はい、あ、出ますね。うん、わあ、なんかお金吊り橋出てきたな。服大丈夫か？クモの巣。うわ、もう最悪だ。なんだあれ、なんか井戸みたい。この辺のところどころある微妙な平らな土地、多分入れたかったんじゃないですかね。そうですよね、平らな。あ、上開けてる。ちょっと見てみたい気もするけど登れないな。もう51分いっちゃった。51分。車降りてから1時間経ってますね。あ、戻ってきた。あ、分かれてたんだ。気づかなかった。ってことはこれでもうおしまいですかね。とりあえず一周しましたね。あれ、こっちってこっちちょっと見たけど、畑とあとあのトイレかなっていうのが風呂ですね。行ってきていいですか。どうぞ。風呂は崩壊しないんだ。燃やすやつかな。本当だ、お風呂。昔のトイレだよね。いや、一人じゃ来れないわ。完全に一人になっちゃった。よ
相撲さんかな。立ち入り禁止の札が。え？トミカじゃないですかあれ。え、どこ？あの白いあれか。トミカ。なんであんなとこに。本当だ。子供が来るかこんなとこ。昔のトミカ？でもあんまり触りたくない。お地蔵さんっていうのはどこにあったんですかね。ここに昔からいただから。何ですかね。並んでたのかな。持ってく？そんなの。そんなのつっちゃったら悪いけど。竹だけ集落。何でしたっけ、さっき裏山村でしたっけ。ああ裏山、うん、正式名がそういう名前なのかな。裏山村、昔の合併前の名前じゃないですか。ああ、そう。秩父市ってだってバカでかいですから、多分合併が。あ、まあ、でかいですよね。昔の椅子がありますよ。立派な。なかなか見る機会ないよね。いやー雰囲気あるな。でもなんかネットの個人のブログで見たのだと、家具とかの遺留物が少ないから、うん、もっと多いと思ってました。え、もっと、そう。だから少ないから急に何かあったわけじゃなくて、ちょっとずつ引っ越してったんじゃないかみたいな。ああ。自然と人が減ったんじゃないかみたいな。そういうことか。おお。落ち葉滑ります。滑る滑る。ちょっとだけ。うん、一応なんか道にはなっ、もしかしたら向こう側に抜けるのかもしれないですね。うん、はい。さっきのあっちですもんね。あっちです。一応行く先近いっぽいから行ってみます。もしかしたら車道の突き当たりあたりに出るのかもしれない。ああ、そうです。何元に戻りますよ。どっちか。ちょっとだけまた進んでみますか、せっかくだから。はい、人が使う。これこれやばい。道かどうかもちょっと怪しいですね。道迷っちゃうですね、これ。ほんと遭難レベル。茶碗とかあるから、これも収穫だけど。湯飲みとか結構落ちてますよね。うんうん、いや、何に戻りましょう。あんまり冒険すると危ない。もうちょっと気になっちゃった。お邪魔しました。お邪魔しました。あの風呂小屋の隣も崩れた家ですか。あれは違うのかな、ゴミかな。あれも薪小屋みたいな感じに見えるけどな。
ここだけで1時間これもすごい絵面だけどな。あ、でも工事手配中って書いてあるんですね、うん、え、これ電気必要、こう、あ、電線が上、応急で木にくりつけられてます。あー、これそうだったんだ。え、あ、そっか、神社があるから電気が通ってるってことなんですね。でしょうね。そこの家、そこの家にいたって、え、住んでるんさですかね。え、もうそう、廃墟かと思ってたね。いや、でも住んでるかもしれないですね。車置けないですもんね。車私有地だった。農作業用の小屋かもしれない。ああ、たまに来る場所だ。いや、でも満足したもうここだけでもいいくらいなんで。そうだ、もうこれだけ1日分十分もう本当に撮りました怖かったな。一人では撮れない。ちょっといろんな意味で崖も怖かったし、一人じゃ無理ですね。こんなとこ夜来るのは本当本当は頭がいかれてる人間しか来ない。そうです、最近もうこれで。前は手持ち用のは手持ち用で、はい、あったんですよ、はい、ただ、あ、水色、水色、緑、もうこれやればすぐ開いて置けるんで。さすがにでも人がいっぱいいるとこはこれもう持てないですねもうスマホだけこうやって盗撮みたいに撮ってる、うん、これもこうやって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 、ああ、置けるんですね。そうなんですよ。でも意外とそれ風でね飛んでっちゃうんですよね。そう、開いて三脚みたいに置くじゃないですか、はい、この間もっとチャッチいやつですけど、はい、置いといたら風で飛んで一回転しました。これが電線なんですね。ですね。これ触ったらやばいですよね。まあ、抜き出しじゃないけど、あ、上の方が太いやつですね。あ、じゃあこっちは大丈夫なのかな。大丈夫でもない。わあ、なんかめっちゃスマホにクモの巣ついてる。カズさん、パソコンって持ってるんですか。ありますよ。あ、じゃあ撮った動画をそっちに保存してる感じですか。いや、え、スマホでアップロードして全部消してます。 あ、なるほどそういうこと。邪魔なんで結構動画のファイルどんどん溜まってくるからやっぱ、あ、なんだ、え、鳥がいた。なんですか鳥。なんだ、これどうすか。もう1時間超えたな。あれだな、本当にもう前半後半で分けるしかないな。もう1箇所ずつ、1日分ずつみたいな感じ。それでもいいぐらいです。もしくはここプラス三峰を取って、それでも2時間ぐらい行くな。それで1日プレミア借りて、もう借りる前提でね。のぶさん貸してください。貸してくださいとか、これ見てるときにはもう借りてるんか。んこの動画をみんなが見てるときはもう借りてるわけですよね。プレミア公開してるってことは。ですここで貸してくださいって言ってもしょうがない。雨で湿度で
あの今度ぜひ新婦場行ってみてください。新婦場もうやばいですから行ってみます。前は通ったんですよ。あ、ここかって思いながら。あ、通ったんですか。なんか用事があってとりあえずスルーしちゃったけど、本当にもうあそこは行きたくないこれ何ですか。何だろう、タバコのなんかだ。タバコに入ってる多分。ああ。なんかじゃないですか。使えるのかな。防火装置。そこはもう人いたんですよね。多分いますよ、ね。そこ あれ？いるんか。さっき下から見た船です。じゃあもうそろそろ切ろうかな。ここまで来たらいいだろう。最後にいい景色。竹集落わかんない。竹集落でした。切ります。なんて橋の名前が橋の名前わかんないですね。橋の名前はここには書いてないらしいですよ。あ、書いてないんだ。これをずっとまっすぐ行くと不動の滝とかいう観光地というか出てくるらしいんですよ。20分30分とかだったかな。遊歩道監視カメラで見られてるみたいですね。監視カメラ脅しかな。あ、本当だ。6月うっそうっそ何の嘘でしょ昔あったってことだ。こじ開けてんだ。こう塞いでても入る人はいるから。どっかにカメラが。ちょっとだけ行ってみますか。多分この間行って何もなかったけど。意外と脆いかな。じゃあもうこれ吊り橋が塞がれてるってことはもう向こうに行く手段はないってことなんですね。ないですね。あ、監視カメラあんなとこにあった。え？あれ違います。あっちのこと言うの。表情あれだ。二世段階できたの。表情のワカサギ釣り禁止木が不思議な気になっちゃった1987年。87年、もう30年ぐらい。秩父湖。ものすごい嫌味の込められた質問と、もうどうにも否定できないような回答、このなんかいやらしい、このどなたが命名されたんですか。はい、ここ昔大滝村だから秩父市じゃないんですよ。あ、だからなんで大滝村なのに秩父湖なんだっていうのに対して秩父の宮紀殿下によって名付けられたからですよっていうああとしか言えないそうですかとしか言えないような回答。面白いな、これ。すごいな、力でねじ伏せられてる。お前、傷が持ったな。はい、その通りです。面白いな、でも。嫌みたらし。
なんか前よりも綺麗になった気がしないでもないんだけど、気にせんかな。うん、やっぱり滝ってあれですか。いや、あれじゃないと思うんですよね。あ、こっち映してる、こっち映してますね。うん、いや、表情でだから、あのワカサギ釣りを氷に穴けてやる人いるじゃないですか。これ降りてくってことですか。え、じゃ降りてってそれやるのは危ないからダメよっていう。いるんだ、そんなのは。コツじゃないですかね。これ、でも多分同じ道がずっと続くから、クマの巣また引っかかった。スピンダブラ、戻りますか。あ、走ってる。走ってる。走ってるしますか。ちょっと近づいて。どっからがいいんだろう。近づいた方がいいんかな。橋の正面で捉えられないから。ふもっと、ふもっとというか。ちょっとじゃあ下の方行って。バケタン発動します。行ってみたい気もするけど行けないんだな、しょうがない。熊じゃない。お、こんなに青って出るもんですか。そんなにたくさんは出ないですね。なんか守られてる靴。え、靴が一足。もしくは一人の神社の方がやばいとか。やばい。ちゃんと感じなかった。逆に怒られちゃう。いいの取れたかな。動かします。行きますか。充電が苦しくなってきた。これ新しいですもんね。直してますね。管理されてます。今日は終わりかな、この動画。よし、一日目終了。よし、
苦しいけど。あれ？こっから真ん中行けるんじゃないですか。これも金網で全部覆われてるってことは何かしらなんかあるんでしょうね。なんかあるんでしょうね。そうだから事件があったのはどこの吊り橋のこと言ってるのかな。これじゃないのかな。うん、よし切ります。切りますじゃないや。一日目終了かな。よし、じゃあ止めます。これで終了になるかもしれない。したらごめんなさいね。止めます。今日何本目かな。ここはやっぱ使われてないですよね。使われてなんだ、なんか削られてる。怖いよ。うわー、なんか階段がすごいな。完全にもう人は近づいてない感じですよね。金崎神社で使われてる形跡はございません。ちょっとじゃあ入り口で待てた。ダブル水色神社はあるんですよ。いいんですよ。行くしかないですね。見た目は荒れてるけど神聖な。三峯神社で負けないですよだいぶ荒れてるけど。よし、お邪魔します。なんかこれ神父場もこんなんだったな。神父場もこんな感じでしたよ。こんな荒れてはなかったけど、ずっと登ってく急な怪人、怪人じゃねえ、階段荒れ放題だな。すごいとこ、本当にもう荒れ放題。もう一応倒木とかが避けられてるし、最低限の管理は。おお、都会か。そうか、やっぱ神社はまだ綺麗なのかな。地元の人が最低限は守ってる。あれ、ああ、ここがゴールじゃないんだ。違うんだ。まだあるよ。
構きついな。荒れ放題です。倒木が。やべえな、これ。やべえな、これ。おお。がっつり道塞いでんじゃん。よいしょ。いいぞ。やばいよ、これ。これ、切られたんじゃなくて、もう折れてますよね。折れて、腐って折れて、シロアリじゃないか。ああ。それ何ですかね。電柱？電柱？いや、配管。うわ、ここきついな。これやべえな。これは外れた。あ、すごい。足つってる。え？あ、固定してあるんですね。クモの巣。あ、気をつけてください、ここ。え？あ、よいしょ、来たか。あ、来た。あ、来た。着いた。なんか、碁盤が置いてあるように見えたんだけど。すごいな。着きました。水色。水色。すごい。水色、緑。水色ですよ。毎回水色出ますね。ここに来たくないってことは手ではされてるんじゃない？されてるんですかね。何もなければもっとボーボーのような。うーん、なんとか読めね。読めない。精霊の手に木。なんだ一番じゃん。木？なんて書いたの？すごいな。虫が。これは何だ？物？なんで面白い形してますね。静か。うん、虫がすごい。すごい。
もう手入れされてないですよね。よし、お邪魔します。金崎神社奥宮、奥の宮だから奥の宮、どっかに本宮本殿があるかな。金崎神社、緑これだけ荒れてるってことはどっかに移動したんですかね。いや、それならこんな残ってないだろうし、看板というかこれも下ろしてるだろうし、捨てられちゃったってことですか。だんだん忘れられたのか。あー、 LED ライト持ってくればよかったな。いや、中は何もない。いや、なんだそこ。タンスみたいなのがある。そこに。右奥に。タンスみたいなのが。ちょっと待って、フラッシュ立ちます。あ。どうすか。最初に挨拶しよう。してなかった。お邪魔します。お邪魔します。失礼いたします。床は部分的に、あ、はいはいはい、ほんとだ。あれ、ちょっと待ってください。あれ、なんか勝手にピント合ってくれた。結構中が見えます。あ、ほんとだ、暗さになれた。なんか飾ったらな、やっぱりそのままあるか。放置して椅子がそこにあって、椅子の上になんか布子みたいなのが置いてある。ペットボトル真っ暗で目じゃ見えないけど、あそこに置いてありますね。確かにペットボトルがあります。ってことはなんか祀られたまま放置されてるんでしょうね。多分奥に札か何か、うん、ありますね。ちょうど真ん中の上あたりですね。ありますね。これなんだ、これこの棚の上に何か乗ってるんですよ。それ何だろう、三角みたいな。これ何だろう、これ。ちょっと動かします。で、右側は椅子の上になんか布みたいなの乗ってるんですよ。あ、本当。後ろ、これ後ろも繋がってたんですか。いや、そこまででしたよね。後ろは見えてないですね。こっちから。なんかご本尊が
御本尊御神体がこっちにある。これで塞がれてるんですかね。本当だ。本当に手つかずっていう。壁の板の仕穴がめちゃくちゃ目に見える。不気味。これだけ穴開いてたらもう雨漏りしてますよね。なんかそっち道みたいになってないですか。あ、本当だ。どっか繋がってたのかな。あれ、ここらじゃなくて違うか。がっつりそこ開いちゃってますもんね。ずっと放置状態ですね。なんか本当ここのこの壁板の仕穴が本当なんか釣り上がった目に見えるのが睨まれてるみたいです。もうだいぶ脆いですね。でもいいとこ発見できたかな。これ何が発見したの。適当に Google マップ見てたらここにあったんですよ。ただそれだけで。それがそんな荒廃してるって何どうした。ちょっと開いたんですよ、そこ。したら誰かが行ってる写真が出てきて、もう階段もなんかあの写真が出てきて、これ完全に手つかずなんだろうなって思って、で今来てみたらやっぱそうですよね。なんか取れかかってるしね。まあちょっと登ってくるのも大変かな。ああ緑緑。じゃあ行きますか。これがその他の神社だったら狛犬がいつのところに謎の。これ何なんですかね。下にもあれだし、上もこれだし。なんだろうこれ。桃みたい。下は桃っぽかったけど、これはなんか
あの殻から破った卵みたいな。帰りもこれ気をつけましょうね。帰りそう滑る。階段が危ない。大正14年。大正というと本当にじゃあまだ80年とか、あもっとか、もっと前か。多分確か15年までだったような気がするから、よく95年ぐらい前。ああ。それに建てられたってことなんですかね。建て替えか保存でも上だけ立派な石碑だから建て替えかな、建て替えか建てたのか、新たに建てるかと思って。忘れられつつある神社。多分もう二度と来ることはないですね。お邪魔しました。お邪魔しました。もう謎の城だと何だろうこれ。なんか映ってそうだな。でもあの爪が垂れ下がってるけど、あの状態だからその年単位で放置されてるってわけじゃないですね。ああ、そうですよね。まだ何年も経ってないかな。金崎神社。金崎神社ですね。金崎神社。奥の神社。奥の神社。これもなんか人工的なもんすよ。もともと鳥獣かなんか水が入ってるやつ、手洗い場所かなんかだったような感じの。割れてる。割れるこれ。あれもう向こうに新しいのあるから、これが壊れたから最初の頃にあったやつ捨てたんかな。捨てましたね。わ怖えなこれ。人に言っても信じてもらえないんですけど、はい、蚊に刺されると痛いんですよ。痛い？チクって感じるんですよ。ああ、そうそう。誰に言っても信じてもらえないんですよ。痛い。怖え。一気に階段がなくなる。上から見ると怖い。また落ち葉で滑るんですよね。落ち葉で苔まである。うわ危ねえこれ。でもカズさん、こういうところよく来るんだったら、はい、トレッキングシューズ買った方がいいですよ。そうですね、ちゃんとした靴は必要ですね。うん、これじゃ普通に交通用品店で安いやつなら1万円しないぐらいで買えるんですけど、買った方がいいですね靴は。うん、これじゃおお、揺れるからこれ。よいしょ。
でも、あ、来てるの、やっぱりどかそうとしてる形跡が。ただこれちょっとどかせないですもんね。どかしたのにまた倒れたんだ。そうか。危ない危ない。思った以上に荒れてる。もはやここなんか階段じゃないですかね。砂利の滑り台みたいな。スロープ。すごいな。動画だと伝わりづらいんだよな。もう階段じゃないでしょこれ。拡大縮小しても変わんない。あんまり変わんないかな。食べたんだ。蜘蛛の巣がすごい。遠いな道路。これ石じゃなくてコンクリート。コンクリートですね。だからこんな脆いものか。おお、危ねえ、これ。浮いてる。動いてる。これが。もうトカゲがいっぱいいるな。あ、本当だ。うん、これも倒れちゃったのかな。ここら辺はまだ比較的マシですよね、うん、ちゃんと残ってる。でもこの階段以外のところを見ると整備されてない山ってこんなジャングルみたいになっちゃう。虫も多いわ。シダ植物が入ってかな神社跡じゃないですね。まだ神社なの。一応だから移転したとか閉鎖されちゃってなくて、普通に放置されちゃってる状態だから。忘れられつつある神社ってことじゃないか。そっか、じゃあ跡じゃないですね。うん、着いた。なんか道みたいになってるように見えない雲ないですけど、金崎神社、金崎神社でした。止めます。